皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。本日も転生賢者のお時間がやってまいりました。1話の感想動画の反応が良かったということで、2話以降も続けていきましょうか。皆さんも最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。さて、これよりネタバレと多分な批判を含みますので、嫌な方は即ブラウザバックしてくださいね。あなたの体調の方が大切ですから。いいですか？始めますよ。それでは2話のあらすじはこちらです。キリアという町へ来たユージご一行。魔物、とりわけスライムを大量に引き連れている姿に、ようやく目立っていると気がついてしまう。近くにあった肉屋の露店で魔物たちと食事をしていると、教会の方から鐘の音が聞こえた。中央から偉い人が来ており、ありがたいお話を聞けるらしい。そんなことはさておき、冒険者証のようなものを渡し、受付嬢に冒険者登録のお願いをしていた。どうやら証明書があっても年ごとに登録が必要なようだ。しかし職業がテイマーであり、肩にスライムを乗せているということで登録を渋られてしまう。裏の突起事項みたいなのを読むと、索敵能力があるということで登録決定。索敵能力がある人間がいるだけで死亡率が5分の1になるので重宝されるらしい。パーティーに参加したいってのはお前か。登録が済み、まだ何も言葉を発していないユージに対し、パーティーに参加したい人間だと勝手に思われ、勝手に自己紹介を始める3人。さらに勝手に品定めされる。ユージもなぜかパーティーに入る気満々で自己紹介をする。テイマーは戦闘に関してど素人だから入れたがらない。いの一番に声をかけてきた探検使いの男。女子2人は探索能力があり、今回の依頼は調査任務なので戦闘は関係ないからユージを入れたがる。2人の説得もあり、ユージはパーティーに入って以来、アースドラゴンの居場所の特定をすることとなった。黒の人を戦闘、ピンクの人をしんがりにする隊列で森を進んでいく。索敵の甲斐があり、2キロ先に魔物がいることを知らせる。そんな遠くのことわからないでしょう、本当？と疑問に思われてしまう。嘘かどうか確認するため、わざわざ向かってしまう黒の人を追いかける3人。もちろん魔物はそこにいるのだった。少しユージのことを見直す黒の人。やけにスピード感のない戦闘をして難なく終了。ユージの評価がぐんと上昇するのであった。という感じです。ようやく導入部分が説明されましたね。すごく唐突な入り方でしたけれど、今回は話のつながりにすごい違和感がありました。こういう展開にしたいんだけど持っていき方がわからず、無理やりつなげたっていう印象があります。時系列順に話をしていきますか。まずは仲間に入るシーンですよね。きちんと会話を再現しますと、探索能力を持っている方は無条件で合格です。パーティーにいると死亡率が5分の1になると言われていますから重宝されますよ。はい、登録完了です。ありがとう。よければギルドの依頼を受けませんか？パーティーに参加したいっていうのはお前か？登録完了するや否やですから、そばで聞き耳を立てていたに違いありません。どうしてそんなにユージのことが気になったのでしょうか？まか不思議ですね。確かにユージは一人で何でもできるから、向こうからパーティーに誘わないとソロプレイになってしまうのはわかります。だからといって話の持っていき方が雑すぎ、不自然すぎるでしょうが。ユージ自身もパーティーに入りたいだなんて思ってなかったし何も言ってないじゃない。受付嬢が、パーティーに入って依頼を受けてください、と指示されたのならわかりますよ。もっと自然な流れでパーティーに入れる手段はいくらでもあったでしょう。さらに、女性陣と黒の人との関係性もおかしいんです。黒の人は悪い噂ばかりで、パーティーを組んだ仲間が行方不明になることが多いんですって。そんな人間とどうして命を預け合うパーティーになろうと思ったんですか？不安材料がある人間とは普通パーティーを組もうと思いませんよね。危険な冒険者家業であればなおのこと。すごく窮地の中っぽいやり取りをするから、急ごしらえのパーティーではないはずです。でも、黒の人は盗賊の仲間であり2人を売り飛ばそうとしていました。
実は黒の人を調査する依頼を受けていて組んだという理由なら納得はします。まあもちろんそんなことはなく、夜の見張り時に相手を気遣った順番であることに怪しさを感じたようです。人望なさすぎて本当になんでパーティー組んだのか謎すぎです。もっと初めまして感を出すとか、戦術したように依頼を受けていたとかの背景があって欲しかったね。そして今回ようやくユージの転移の過程が回想で判明しました。この回想シーンに入る流れも違和感があります。こんなすごい探索能力をどうやって身につけたのかと女性陣にしつこく聞かれますが、いつの間にか身につけていたとお茶を濁し、黒の人が夜の見張りの話をしだしてなんとか回避できるんです。で、ここで入るかもう少し手前で回想に行けばいいものの、一回眠るんです。眠っている時に回想シーンに入ります。なんでそこでって思ってしまいました。根掘り葉掘り聞かれているところで、お、ここでようやく回想かと思ったらそのまま話が進んでしまい、肩すかしを食らいましたもん。もう回想はやらないまま過ぎていくんだなぁと諦めましたし、私のような素人の浅はかな考えではなく、プロの構成作家的にあのタイミングがベストだったんでしょうね。おそらく転生賢者を未読、アニメもまだ見ていないという方に、異世界に到着直後の回想シーンをまとめると、いつの間にか異世界へと来ていた。よく知らないけどスライムを触っただけでテイムした。スライムに古びた小屋へ案内されて、そこにあった大量の魔導書を読んで、読むっていうか中身を一別しただけで魔法を覚え、なぜか大量に現れたスライムたちにテイムしてほしいのかと聞くだけでテイムして、そのスライムたちが本の中身を見ると、主人であるユージが魔法を覚え、大量の魔法を覚えたことで賢者の職業が目覚めるという感じなんです。多分今は夢の中なんでしょうね。だから何もせずとも魔物をテイムでき、なぜか大量に魔導書が置かれている小屋が近くに放置されており、中を一目見ただけで魔法を覚えて勝手に賢者に就職しちゃうんですよね。何から何まで主人公様に都合のいいようにことが運びますからね。気持ち悪い。きっと目が覚めたら甥っ子に異世界での話を聞かせたり、魔法を使って人気 YouTuber になったりしますよ。自身で社畜だと理解しておきながら環境を変えようともせず、あえてその場に留まり続けるとか、神聖のド M なのかしら。それか相当精神を壊された一説。だから覇気のない声で、やる気のないような表情のままなんですよね。社畜から解放されたんだったらもっと生き生きしてくださいよ。ずっと辛気臭い顔と声されてても楽しくないです。もっと道夫くんを見習った方がいいですよ。彼は自殺しようと考えていたのに、今では奴隷たち相手に大発するですから。俗に言う、クール系を目指していたのかもしれませんが、それとは違う気がするんです。ただやる気が感じられず、他者に流されるままに生きているような印象ですね。全く自主的に動かない、というか動かせる気がないようにしか感じません。自分で動くのは、本当に重要な時だけという。美味しいところだけいただきますね。みたいな必要最低限の行動だけに思えて大変気持ち悪いです。あと回想で思うところは、私の共感性、感受性、行間を読む能力が足りていない可能性もあるのですが、ちょいちょい挟まる回想がすごくいらないと思います。過去にこんなことあったな。それで、あったから何なの？過去を思い出すこと自体は人間ですからあるのは当然です。でもこれは物語だから、そこを描写したからには。だからどうしたの？どうなるの？どうしたいの？という描写が必要でしょ。原作者かシリーズ構成作家か監督かはわかりませんが、就活の面接時に質問に対して答えしか返さない人なんですか？そんなわけないですよね。答えプラスその理由を言うでしょ。物語も同じだと思うんですよね。でも最後あたりに出た回想シーンは良かったと思います。頼られるとどんどん仕事を回されて休める時間がなくなるから頼られたくないというのがわかりますし、目立ちたくないと言っているにもかかわらず女の子の前では自分の力を遺憾なく発揮しちゃうからじゃないって思いましたけれどね。
おかしいな、目立ちたくないから隠していたのにどうして急に力を見せつけちゃったのかな。こっそりと女の子たちのサポートに回って盗賊たちを鎮圧することだって余裕だよね。可愛い女の子たちに頼られてつれえわ。いやほんと頼られるの困るんだよな。一人でこっそり生きていたいのに目立っちゃうと嫌なんだけどな。感がにじみ出てきていて非常に。ね、女の子に、わあ、ユウジさんすごいをさせたいがための展開すぎて嫌気がさします。少しだけバランスを取るため最後にいいところを言うと、オープニング、エンディングは結構好きです。エンディングはイラスト風なスライムたちがわちゃわちゃしててすっごく可愛らしいです。可愛いスライムたちが唯一の癒しかもしれないです。今回の動画はいかがだったでしょうか。このような感じで私が思ったことをありのままに話していきます。このような私に話してほしい作品がありましたら概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップも始めたのでよければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回感想を言いたい作品がありましたらお会いいたしましょう。